この度男子の走り幅跳び決勝、平成国際大学福島の石田君は最後残念ながら赤い旗が上がってしまいました。しかし7m35と4回目に大きな跳躍をいたしまして優勝を決めております。男子走り幅跳び決勝はこれで終了です。それでは女子 200m 競走の決勝であります。選手を紹介いたします。第1連熊谷春奈さん、岩手大岩手、第2連渡辺奈々さん、常盤木学園高校宮城、第3連菊池葵さん、久野学園高校山梨、第4連佐藤日奈子さん、大東文化大山梨、第5連青野朱里さん、山形中央高校山形、第6連山田美久さん、盛岡西央高校岩手、第7連志村ひとみさん、東方銀行福島、第8連竹石好美さん、東方銀行福島。以上8名により決勝の出発であります。
4